ロビンウッドなんだよ。一面トップのはずだぞ。いや、それが。なんで都落ちだ。こんな人間がよ、ローカルは地元はヒーローにしまうんだよ。俺たちだって一緒だぜ。俺たち。これはどういうことです。何が。佐山の雑感です。一面トップに指定しました。それがなんで二社面なんです。知らないよ。とぼけんな。ユウさん、調子に乗んのもいい感じしろ。お前誰にもの言ってんだよ。あんたにだよ。ひがみ根性も大概にしろ。ユウさん、もうやめよう。大久保連席の時代は終わったんだ。土下座しろ。今なら許し、一面に戻せ。そういうことはさ、次長に言った方が。おいむらだよそれ。次長が差し替えたってのか。お前な、次長が自衛隊ネタをトップにするわけないだろ。次長は上だ。ちょっと待てよ。土下座するなどこにも行くな。話してくれませんか。若い連中が見てるんだ。きっちり落とし前つけろ。あんたには貸しがある。これでチャラだ。このままで済むと思わないよ。け俺は家族と縁がない。でも純は違いますよ。ユキさんにものすごく会いたがってます。純の話はやめよう。今はそういう気分じゃない。わかりました。安西にしましょう。今日は君が頼りだ。いいですよ。もう一度だけ言う。新聞は自衛隊の宣伝してやる必要はない。たまたま取材対象が自衛官だっただけで宣伝ではありません。社長、どうなんでしょう。うん、何が。一面トップで自衛隊の美談を載せるっていうのはね。バカ野郎。ですよね。決して美談ではありません。読んでいただければ。この記事は狭山で12時間かけて山に登ってくる。ゆき、社長は決断を下された。読むだけ読んでください。お願いします。一面トップでやらせてください。うん、やっぱアナスタシアにしよう。はい、かわいい。もう一人。うん、なんでいいか。ちょっとタッパが小さいけど。読めよ。だってタッパが足りないから呼吸をすかけよう。ほうほう。これ。はい、これこれ。うんうん、これ。ああ、はい、これこれ。運動量な。うん、ドッグランで間に合うだろう。はい、うんうん、ナスタシアですか。力足らずだった。期待持たせやがってよ。今日は中曽根で頭張ってくれ。日光トップから外すのか。落ちてまだ4日目だぞ。肩に寄せろ。歴代首相として戦後初の公式参拝やるんだから。公式参拝持ち上げるのやめようや。野党や宗教関係だけじゃない。中国や韓国だって騒ぐぞ。それがどうした。日本国内のことストヤカク言われる筋合いはないだろう。政教分離の問題だってあるぞ。
白川社長が公式参拝をトップにとおっしゃってる。そんなはずないだろう。世界最大の航空機事故とか言ったって所詮もらい事故だ。日光は純然たる県内ネタじゃない。いや、しかしな、トップでやるとなると下サイドからこういろいろあるだろう。無批判に乗せたらへそ曲げるさ。そうだよな。どうする、大井村。うん、確かにトップは外せないかもな。自衛隊以来の次長が靖国参拝用語かよ。野党談話乗せて解説もプラスして読解するか。共同の解説使うのか。岸、誰かにぬるいの書かせろや。ぬるいってどのくらいぬるいのですか。解説は危険だよ。書いてあること全部社の考えだと思われるじゃん。野党談話だけでいいじゃない。もう一度社長に確認してみるか。新聞は生き物ですからね、流れってやつを大切にしないと。みんな日光に夢中になってますからね、急に中曽根やるって言っても盛り上がらねえですよ。まあそれも一理あるか。ゆうき、お前さっきから一言も言わないけども、どうなんだよ、どう思う。どっちがトップでも構いませんよ。そりゃねえだろね。あんたこの事故の責任者じゃねえんかい。全権もおっしゃってる、中曽根で決まりだな。いや、しかし、いや、いや、無理や。それぐらいでちょうどいい。流れもクソもあるかよ。あんたが全権だからみんなが一つになった。あんたが流れ作ったん。可愛がってやれよ。角さん。なんだよ。ゆうべはどなたしてすいませんでした。そんなことはどうだっていいよ。どんどん怒鳴ってくれよ、全権。8月15日の終戦記念日、日本の総理大臣が靖国神社を公式に参拝することになりました。戦後初めての内閣総理大臣による靖国神社公式参拝になります。今、中曽根総理の姿が見えました。後ろ姿です。中曽根総理を先頭に藤波官房長官、今靴を脱いで建物の中に入りました。増岡厚生大臣も続いています。モーニングの清掃姿です。8月15日40回目の終戦記念日、終戦から40年の節目にあたる今日、中曽根総理が靖国神社を公式に参拝します。ゆうさん、そろそろ決めてくださいよ。日光と参拝どっちトップで行くんです。早く決めてくれないとこっちも困るんですけど。この件は局長に任せた。しかしなんで中曽根なんです。日光でトップやりゃいいじゃないですか。そんなね、3日4日でトップ外してたら日本中の新聞社に笑われますよ。そうだよね。他がトップ外すまでは意地でも続けないとね。ええ、なんてだって地元なんだから。ゆうきです。事故原因が大体分かりました。あ、誰。玉木です。お忘れですか。ああ忘れた。圧力隔壁が破壊されたんですね。油圧隔壁とも言うんですが、航空機の後ろ側にある半球状の壁です。その壁で客室内の気圧を支えています。高いところを飛行するときは客室内の気圧を高めます。つまり外気と比べて高圧になるわけです。結果として隔壁には中から外に向けて相当の荷重がかかるわけです。いや、難しいことはいいから結論言え。要はその荷重が隔壁を破壊したんです。隔壁が破れて客室内の空気が内部から溢れ出た。それで尾翼を吹き飛ばした。誰がそう言ってんだ。大河内教授です。教授の推論か。いえ、それは大河内教授からその筋に連絡入れて。おい、こんなところでネタ元ぼかすな。教授が事故調の知り合いに電話したってことか。はい。結城さん、いいか、頭に現段階ではこのネタはまた聞きだ。分かってます。チェック、ダブルチェックだよ。
これから上の村行って事故調査官から裏を取るつもりです。裏取りは経験則だ。ベテランを送る。できます。大丈夫です。聞け、各社が張ってるから抜け駆けは難しい。スクープは山登りと同じだ。小さな出っ張りに体重をかけて一歩ずつ行動を稼ぐ。お前みたいにがむしゃらに登っちゃダメだ。おっしゃることは分かります。一人送る。了解。ちょっと勝手に入っちゃ困るんですよ。部外者立ち入り禁止です。出てってください。すみません、あの新聞を一部分けていただけないかと思いまして。 あ下にありますよ。下には誰もいらっしゃらなくて。誰もいなくても新聞あるから。おい、開けとけ。エレベーター前に販売機あります。ここに向かって。ご丁寧にどうもすみません。中曽根首相が靖国神社を公式参拝しましたので、夕刊メモ3、首相靖国公式参拝の日、ページ08の記事使用を解禁します。これ13日から今日までの新聞です。お持ち帰りください。いやお代は いりません。どうぞ。一発ドン。自信なんだね。なんじゃないだろう。おい、あれどうした。あれってなんだよ。おい、誰か動かしたか、ここの写真。おい、これか。中曽根だっていうの。じゃあ将棋で決めるか。え、将棋で決めるか。何、国際誘導者。日光トップでいきましょうか。これなら復讐双方の顔が立ちます。日光トップから外せません。もらい事故なんかじゃない。520人は群馬で死んだんです。決定、日光トップ。納得いかない。絶対裏がある。核兵器なんてそんなレベルじゃないでしょ。この事故は。これはまだわからない。事故調の言ってることもむちゃくちゃだし、国家的な陰謀だね、これは。それ言い過ぎだよ。お疲れ様です。調査団の皆さん、どこにいらっしゃるんですか。午後から雨が降ったんでね。今日はみんな東京に引き上げたんですよ。明日は来ますか。来るんじゃない。アメリカの合同調査があるってさっき言ってたから。岸、うん、国際面に空きあるか。なんで。向こうの調査団と望遠者の関連記事だ。忘れて。フロント用だろう。一面は遺族関係を目いっぱい突っ込みたいんだ。空いてるなら貸せ。ちょっと待って。まあ短いのは 2,3 本ならなんとか。頼む。それとこっちは運送関係だ。内政面に入れてくれ。なんだって散らすんだ。一面か社会面にまとめればいいだろう。紙面は使えるだけ使う。腹くくろうぜ。朝日や読売に比べても結構いい勝負してるじゃないか。どこどんやる。それが地元紙の存在理由。さっきの母親に教えてもらったよ。地元紙なら一番詳しくなってる。そう思ってうちの新聞を買いに来たんだ。分かった。山。はい。地域場にこいつをぶち込め。これ日光絡みじゃないですか。上の村は南西部だ。村役場や消防団が活躍してると話は南西部にぴったりさ。勘弁してくださいよ。教組の南西部版はもう出来上がってんです。
後半者のがまだ下ろしてませんが。だったら差し替えろ。うん、やりましたね、ゆうさん。やっぱり日光トップで連勝記録更新しなきゃ。趣味出しは決まったのか。あと15分ください。これぞってやつひねり出します。急がなくていい。夜遅くに抜きネタが飛び込むかもしれない。ものは事故原因絡みだ。じゃあ全面差し替えですね。おそらくないが万が一ってこともある。頭に入れといてみて。勝手に了解。誰にも言うなよ。言うわけないでしょ。ユウさん大変だね。こっちもどっさり来てるよ。自己管理どんなのがありますか。ほとんどが常連なんだけど。平岡さん、常連以外の動向で日光特集を組めますか。本数あるよ。だけど常連なしって後でうるさいんだよ。いや頑張ってみましょうよ。まあニューフェイスだけというのも新鮮かな。頼ます。これから東京まで追跡取材をかけようと思うんですが。ダメだ。運輸省に手ずるのないうちが東京で動けば全国紙に感づかれる。そこで待ちませんか。わかりました。でも隔壁は間違いありません。憶測で物を言うな。事故機は7年前にも大阪で尻餅事故を起こしてるんです。その時の修理ミスだと思うんです。多分おそらくきっと思います。排除しろ。バックアップは待て。はい。ベンちゃん、何こそこそやってんだ。別に。俺に隠しないな。何ですかそのセクシーな目は。おう、おい、佐山どうした。遅くなってすみません。え、原稿頼んだか。企画室明日使ってください。教組のは川島が書いた。今見てる。だって川島さん登ってないでしょうが。昨日登って。そんなの登ったことになりませんよ。初日じゃなきゃ。あそこが本当の現場だけだったのは初日だけなんですよ。県警や自衛隊が身につく遺体はあっという間に片付けちまったんですから、結城さんには分からないでしょう。ずっとこんな涼しいところに。おい肝臓。分かった加瀬、原稿がよければ明日使う。共同通信から記事送信のお知らせです。長官メモ1、日航機墜落事故の原因関連本機社会92の関連として垂直尾翼の半分と、これが僕のだから、取り付け付近が墜落現場から離されるその記事およそ60秒を何も隠してないです、はい、赤を入れてないところは大鶴の段階で見る。はい、先に組んどけ。終わりました。汚ねえなあ、腹っから勝ち負け決めといてよ。せこいんだよやることが。おいおい、ちょっと来い。何すか一体。これは何だ。死体の内臓がどんな状態だったとか読まされる人間の気持ちになってみろ。いや、ちゃんと考えましたよ。遺族は読まんでしょ。みんな他県なんだから。読んだらどうする。読みませんよ。本当のこと書いて何が悪いって言いますか。第一、今の結城さんにああだこうだ説教を食らう筋合いないっすよ。命がけで送った雑感を落とし、何か俺たちに恨みでもあるんですか。ない。だったらなんであんなことになっちゃうわけ。あと10年も社にいりゃ分かる。意見すんな。10年早いってこと。もうふざけんなよ。あんたの腹は上がってるんですよ。悔しくて仕方ないんだよ。現場に行けなくてホールドキャップしか登れなかったから。そうですよ、俺はすごい経験しましたよ。デスクにふんぞり返ってるあんたがいくら偉そうなこと言ったってダメだって。なぜ520人ですよ。520人。川島さんの全部そっぱちですよ。俺が書いたのが本当の現場なんです。死体だって内臓のことだってみんな洗いざらい書いた方がいいんだって。再発防止が新聞の使命でしょうが。とにかくもう辺り一面死体だらけです。この辺り死体だらけです。お前を調子づかせるために520人が死んだんじゃないんだ。
気にすんな。お疲れ様でした。そんなことだ。もう今度ラウンジで休ませてる。大丈夫そうか。森脇と西永一緒だ。あいつ生まれて初めて死体見たんだそうだ。だいぶ落ち着きましたね。うん、もうちょっと様子見てから俺は来るよ。あ、もう飯食っていいよ。一緒にいますよ。地域ほどはどうなっちゃうんですか。収束はこれでしょ。ズコは一人でコソコソやってるし、脇時さんは中央志向だし。ほんまに行けよ。こぼすとき。あったかよ。1時間だけな。ああ、どうも。お疲れ。ういっす。ういっす。ういっす。あと1時間だけど。うん。普段寝真似しやがって。まあ、まあ、な、座って。座って。あ、座ろう。え、ほら。お前にしたら目屋の部類だな。はい。座敷なら土下座もしやすいと思うんだ。謝る理由がありません。ああ、さ、とりあえず。今日は揉めるよ。はい、座った。ね。ニューヨークで生まれてるよな。俺は間違いなくニューヨークタイムズの記者になってたね。ニューヨークタイムズだって所詮地方紙ですよ。前橋に生まれたら北関東新聞、ニューヨークだったらニューヨークタイムズ。よくわかります。ユキ、お前俺に向かって何したか覚えてるか。大体は僻み根性も大概にしやがれ。お前そう言ったんだぞ。あれどういう意味だよ。言葉通りですよ。なんで俺が僻むんだ。部長にとっちゃ大久保連席が全てだからですよ。それがどうした。だから俺に臨転機の不調を教えなかった。今更言ってもしょうがないだろう。お前よ、教えていたとしてどうなった。うちには無線もないんだぞ。お前は締め切りが早まったことを連中に伝えることができなかったんだよ。夕方には臨転機の不調が分かっていた。その時に俺が聞かされていたら共同を拝み倒して無線借りたって言いたいんだろ。そうです。締め切りは伸びない。裁判にはそれだけ伝えればよかった。あいつは逆算して急いで山を降りる。0時前には雑感を届き、翌朝の新聞には佐山と神沢の署名記事が載った。若い世代があんたを乗り越えた。共同は無線を貸さなかったかもしれないじゃないかよ。共同の記者と佐山が山の上で会える保証もないだろう。急いで下山したって0時に間に合ったかどうかも分かんないじゃないかよ。要するに奇跡でも起きない限り北間に佐山の雑感が乗ることはなかったんだよ。語るに落ちたね。何が。あんたあの晩も同じことを考えたってことですよ。俺に臨転の件を伝えなくても言い訳ができると踏んだんだ。あんたはよせ。あんたはその奇跡の目を摘んだんだ。大久保連席が可愛くて。あんた優先するんだろ。こっちはおったけんかだろ。最後に。ええ、はい、ええ、こっち逃げ、こっち逃げ。俺たちは何と虫が来んだもんな。なぜ邪魔した。あんたたちが、いや俺たちが大久保連席で惨敗したから。俺たちが負けた。誰に。決まってるじゃないか。超前読みと産経だ。勝ったろ。うちは散々抜いたぜ。前半はな。だが後半はその何倍も抜かれた。事件が大きくなって他社が本社の記者を送り込んでから肝心なネタはみんな書かれちまった。なんだぜ岸、お前まで。どうぞ。また同じネクタイしてる。届さんなんか叫んでる。どうもいいですよ。ちょっと中央で警察ネタがボロボロ出て、こっちは手も足も出なかった。完敗だった。北関は東京に負けたんだ。確かに浅間山荘じゃ何もできなかった。あれは長野の事件だ。アジトの件はいい勝負だった。本当に忘れたのか岸。俺もお前も田沢も山の中でうのうろしただけだぞ。寒さと眠気で死ぬかと思った。だから俺たちは錯覚したんだ。中央と対等に戦ってるって。俺は恥ずかしかったよ。大惨敗をネタに酒を飲むのがさ。貴様、北川を貶めるやつや。やめろ。そこ北川され。やめたよ。優秀な記者は東京に引き抜かれてみんなやめたじゃないですか。完敗したのに勝った勝ったって浮かれる北川に失望したから。黙れ。聞け。てめえな、てめえな、
いいか、ユキ。俺たちは、ユキ、なぜ負けたのか徹底的な話をべきだったんだよ。お前、お前、ちょっと。いいか、地元紙の記者が負けた話は終わりなんだぞ。どんだけ負けようがな、負けた話じゃなんねんだ、お前。分かった。プライド持て、お前。分かったから、行きましょう。プライドなくしてどうすんの。俺送ってきます。地元紙のプライドなくしてどうすんの。荷物は。おいよ。行きましょう。行きましょう。いいか、お前の覚えとけ。避難経由先の電話を目指して自転車を漕ぐべし。修太君、大丈夫です。電話見つけます。おい、ちょっと待って、待って。これ一般受付です。8です。右の8です。お願いします。一番右でお願いします。ほんの一瞬だけ。ね、話して。ほんの一瞬だけ。一瞬だけ。一瞬だけ。おい、ゼコ。本当一瞬だけなんだ。本当一瞬だけ。いいよ。じゃあ、あんたにだけ。定期入れの中に入っていたそうだ。何がですか。スペードのエース。ロス坂に登った時に見つけたんです。象徴的だな。無理によってスペードのエースなんか見つけやがって。いや、そうじゃなくて、俺の弁護にも答えないでどこをうろついてた。ここでいいですかね。なんで何なんだよ。一人死んだぐらいじゃ記事にならないんだよ。記事にならないよ。一人じゃ、一人じゃ記事にならないんだよ。バハも帰るよ。生まれて初めて見た映画は新聞記者の話だった。田舎町に流れてきた主人公がさ、カークダグラスなんだけど、小さな新聞社に自分を売り込むわけだ。そこの書籠の編集長がさ、いいんだよ。田舎っぽくてベルトしてんのにサスペンダーもしててさ、子供心に、ああ親父ってこんな感じなのかなーなんてな。お見受けしたところ編集長はチェック、ダブルチェックの人ですね。その通り、チェック、ダブルチェックが私の信条だよ。チェック、ダブルチェック、こいつが言いたくて新聞社に入ったようなもんだよ。それがスペードのエースに関係のある話なんですか。英語のタイトルだよ。エースインザホール、最後の切り札。なるほど。玉木がネタ引いてきた。何のネタです。圧力隔壁って知ってるか。機体後部にあるお椀型の壁です。機内の気圧を一定に保ってます。その隔壁が余圧に耐えかねて破れ、垂直尾翼が吹き飛ばされたと玉木は言ってる。ネタ元は事故調の調査官。ただしまたギーだ。おそらく隔壁だろうって話だ。ガセネタかもしれない。世界的なスクープかもしれない。いや、ネタは当たってます。そう踏んで詰めるしかないでしょう。現地に飛んで調査官を当たってくれ。ズーコにやらせればいいじゃないですか。ネタの大きさを考えろ。俺はこいつを確実にものにしたい。チェック、ダブルチェックですか。チェック、ダブルチェックだ。誰詰めます。頭にぶつかれ。出席調査官だ。藤波かなえ。時間遅くても締め上げろ。わかりました。ただしこいつはあくまでズーコの引き合いだってことで、俺は黒子で構いません。その点だけ。分かってるよ。持ち場に戻ります。サヤのものせやれ。え、仕込んだネタを全てサヤマに話せ。やっぱりサヤマさんですか。そうだ。棺の中の数学を見て少し考えが変わりました。何が。
520人の死を追いかけて記者が死んでも記事にもできない。当然だ。一人でやらせてください。ダメだ。佐山さん、飛行機のこと何も知りませんよ。専門的な話になったら調査官の話についてきないじゃないですか。お前は調査官と議論するつもりか。裏取りは一発勝負だ。イエスかノーかの感触だ。佐山が1年365日警察官相手にやってる仕事だ。それって女だからってことじゃないですよね。佐山の仕事だ。わかりました。じゃあ佐山さんと協力してやります。お前はサポートだ。佐山の動きを逐一本社に連絡しよう。なんで？これ私のネタなんですよ。なんで佐山さんにあげなきゃならないんですか？トップが頂上を踏むためには下で材料を確保するセカンドが必要なんだ。運転変わるか。飛ばした方が気が晴れますから。死んじゃったってのひげまでご機嫌。パパって誰のことですか？不安に追ってきた。今やれましたよね、パパって。大岩さん、おかえり。余計社長も上機嫌だ。いい紙面だって手放しで褒めてた。あの写真のアイディアは表彰もんだ。伊さん、つやみが顔出すから、今日の紙面だけど、まずは日光だ。どう展開する？その前に黙祷しましょうよ。よそ、なんでだよ。気持ちがバラバラじゃ患者も浮かばれない。黙祷。さあ、仕事だ、勇気。農大二高の2回戦突破を一面トップで打ちます。理財したナインの父親のエピソードを最大限に盛り込んで作るつもりです。他の日光ネタってのはどんなのある？日米の合同調査、遺体の収容状況、遺品の受け渡しも始まりますので、そっちの様子も。まあ大体そんなところか。そろそろ日光離れも考えた方がいいな。今日は日光がトップでいいよ。甲子園と遺族の合わせ技だ。しかし明日以降強いネタがなければ、まあトップ打ちもしょうがないだろう。今朝の朝刊はひどく鼻についた。内政面国際面が日光だらけで、地域版にまで日光ネタが侵食してたと。勇気、説明してみろ。まあ一点豪華というか、あくまで商法にこだわりたいんで。何が豪華だ？事故が豪華か。地元紙が情報量で他紙に遅れを取ったら話になりませんよ。使える紙面は全て使います。この方針は当分続きます。てめえ一体何様だ。おい、勘違いすんなよ。日光全権デスクってのは日光事故だけのデスクだ。北館の紙面全体のデスクじゃねえんだよ。日光ネタが幅利かしたら他の記事どうなるんだよ。梅草的な記事を削って日光入れてるだけです。クソバカ東四郎が何寝ぼけたこと言ってんだよ。その梅草記事を楽しみにしてる読者もいるんだよ。まあ、それはそうですよ。やかましい、聞け。記事のバリエーションだ。俺が言ってんのは新聞の体裁ってことなんだよ。何言ってんだよ。いいじゃないの、体裁なんて。どういう意味だ？いや、日光でやれるとこまでやろうよ。よそ の一面から日光が消えた後も一週間ぶっつけでトップを張り続ける。気がまいと愚直さが欲しいんだよ。うちはいつも中途半端なんだよ。それあんたがだろ。誰がだよ。何言ってんだよ。冗談じゃダメよ、まずっこいすなよ。とにかく今回は腹くくろうよ。こんな事故二度と経験できませんよ。全権が言うとおり一点豪華でいいよ。セリフの連中だってノリに乗ってるし、このまま突っ走って他社圧倒すれば新聞協会賞だって。ジョーさん、夢じゃないよ。角さんが言うことも一理あるんじゃないかな。はあ？まあ今日はこういうところでシャンシャンか。一つ提案があるんですが、北側を遺族の検視待機所に配りたいと思うんですが。遺族の待機場って中学校の体育館だろ。2000人以上が待機してます。そこにうちの新聞を配ってはどうかと。無料で。部数は2000も無理だぞ。500。簡単に言ってくれるよな。やるべきだな。もう全は急げで言うなんべ。明日からやるべよ。そうは簡単にいかないってよ。販売局の協力も取り付けなきゃなんないし、経理だってそうだよ。販売局には俺が話します。お前が話してどうにかなるって保証ないだろう。いいアイデアはさ採用しないとダメだよ。
これはこれは今日の一面よかったね。君のアイデアだって写真一枚で腹中のバランスを取るってのはさすがだな。安西は随分働かされていたみたいですね。誰よりも働き者だったのは確かだな。あんたにいいように使われていた部下だ、ね、使うさ。安西の手帳見ました。あらま、黒田みなみを黙らせる役だったんですね。まあね、安西は揉め事処理が得意でね。販売店の過剰接待、部数拡張の脅し、いろいろやらされていた。よそや、そういう生臭い話。安西があんなことになって一番ショックを受けてるのは僕なんだよ。明日の朝刊から藤岡市内に500部多く落とします。え、聞いてないよ。遺族の待機場所に無料配布したいというのが編集局の意向です。困るな、販売店の配達員はギリギリの数でやってるから、そんなもん配る余裕ないよ。バラで配るわけじゃない、うちの発送部のトラックが落としていきます。それじゃあ販売店トラックが着くのは遅れら。5分10分のことじゃないですか。その5分10分が大問題なんだよ。毎日午前1時だ2時だに起きて、社員総出で指にゴムサクはめてさ、一部一部折り込み入れて配達の方面ごとに仕分けして日々戦争だよ。10分遅れたら怒りの電話が殺到だ。編集に締め切りがあるようにこっちだってデッドラインがあるんだ。じゃあ500部は受けないってことですね。そんなこと言ってねえ。編集が早め早めに版を下ろして臨点を回せばいいんだよ。やってくれるんですね。そっちがマスターベーションしてねえでちゃんとやるならね。マスターベーション、ニュースをこねくり回して楽しんでんだよ。締め切りが近づきゃゾクゾクする、そいつの快感なんだろ。あ、安西が書いてるよ。接待には湯水のごとく金使って年間いくらの無駄金ばらまいてんだ。だから黒田みなみも金でなんとかなると社長に持ちかけたんだろ。販売局ってのはブラックホールか。おい力むね、所詮新聞じゃねえか。試しに 2,3 ページ白紙を混ぜて紙面作ってみなよ。俺らにきちり言ってやるやん。今夜の後半もかなり遅くなりますのでよろしく。予定校を流しました。あとは裏取りだけです。今食事を終えて会議始めたとこだ。俺はここでスタンバイする。優さんに現状報告して締め切り時間確認しろ。また亡霊が出るんじゃないですか、大久保霊石の。いいから確認しろ。はい。どうした。結城さんはスクープが山登りと同じだって言ってました。そういう考え方もあるかもな。私足が震えてます。だけど抜きたいだろう。ええ、絶対抜きたいです。大丈夫、ザイルで俺とつながってる。はい。ユキだ。あ、はい。昨日の話、今日や。業数は60ちょい。出航は10時過ぎるが見出しは間に合うか。楽勝です。頼む。ユキだ。玉木です。佐山さん旅館の裏山でスタンバイしました。締め切り時間を知りたがってます。午前1時。そっちの状況次第では1時半になります。1時半、そんなことできるんですか。佐山にそう伝えろ。はい。お前の場所は旅館との往復にどれくらい。15分弱です。よし、分かった。Thank you.
お疲れ様です。漫画。はい。はい、ご苦労さん。今夜は予定あんのか。いや別に。だったらラストまで付き合え。田澤、俺はラストオーダーだよ。本日は目を通しておいてくれ。上は誰に通す。昨日だったらまっすぐ局長室。追村さんと轟さん飛ばすのか。追村には義理はないよな。轟は佐山の現場雑貨潰した。部長。なんだ。抜きネタを打ちます。次長、そういえば中野浩一のファンですよね。うん。ものが事故原因硬いのか。ほぼ。これから裏を取らせます。段取り行ってみろ。締め切りを1時間延ばして午前1時に。それでも間に合わなければ1時半まで待つ。現場にはそう伝えてあります。いや、あいつは鉄人だからね。まだ29歳だしな。老けてますな。前橋に住んでてね、つくづく良かったと思ったのがね。二半世を組むとこだな。第一班は農大にご発症を発送します。裏が取れたと入った時点で臨転機を飛びます。一面を差し替え残りの部数をする。スクープが載った第二班が配られるのは県内の3割程度です。1時半まで連れ込んだら前橋市内とその周辺しか配れんぞ。このネタは藤岡の遺族の待機場所に届かなければ意味がありません。確かにな。だが藤岡田野コースのトラックを最後に出すと釣り上がりが2時として上野村の販売店には4時到着。販売と全面戦争になるぞ。望むところです。行くさ。決まってますか。もっと登るスピードを落として、ゆっくりゆっくり進んでください。聞こえてますか。慎重に進んでください。ゆうきさん。それはすごいレースだったね。ああ、ジャンが鳴ってね、ラストあと一周。仕掛けたのはね、岐阜の竹内を中心とする中部勢、まあ、俺は中部パットン戦車グループと呼んでるけど、ね、それを追うのが九州の中野と井上、九州限界灘コンビだな。分かった。1時半はデッドだ。ただし第一班は0時15分に降板しろ。抜きネタが行くのは前橋、藤岡、田野だけでいい。異存ありません。藤岡田野こそのトラックはどうする。引き止めておく必要があるぞ。昔の手を使います。あれか。あれです。時代が違うぞ。他に手がありますか。もうあの時の中野の走りがね、競輪じゃないね、芸術だね。ほう。で、
すいません、またかります。いいよ。6分前に勝手口から張り込みました。中はまだ会議です。よし、わかった。あれだぜ、さあ、スペアを頼む。さすが。佐山さんは広松閣のトイレまで行きました。会議はまだ続いてます。分かった、お前は裏山に戻れ。15分様子を伺って動くように。どういうつもりだ編集は。院展の指導が15分遅れたぞ。1分待て。分かるように説明しろ。特徴室行け。インタコンの野郎、どんどん走りに行ったけどな。偉そうな人だな。楽しい。聞いてくれ。落ち着いて。この匂いが消えないんだね。しばらく抜けないんじゃないですか。うん、じゃあ先行ってるから。はい。北関東新聞社の佐山です。事故原因は圧力隔壁の破壊、間違いないですよね。ゆきだ。藤波家内に当てました。結果は殺官ならイエスです。はっきり認めたわけじゃないんだな。顔なじみの殺官ならイエスと言えるんですが、藤波とは初対面です。事故調という特殊な役職もあります。どんな時にどんな反応を見せるのか不安が残ります。 100% のイエスではないんだな。 100% ではないです。いえ、 100% なんです。以前なんかおかしくないですかね。これなんていうか少しできすぎちゃいませんか、この話。もしもし。わかった。何だって。ユキ。
ユウさん、ユウさん、カレートに上がった。これでどうだい。ユキ、やるんだよな。ユキだよ。北が始まって以来の大スクープだろう。どうしたおい、何ためらってる。チェック。ダブルチェックだよ。大丈夫ですか、ゆきさん。大丈夫ですか。ゆきさん。聞こえますか。ユキ、ユキさん、どうです？戻った。だけど登れない。ハングを越えられそうもない。大丈夫です、越えられます。ユキさん、壁の右側のくぼみのところを見てください。新しい銀色のハーケン見えますね。そのハーケン、ジュンが打ち込んだんです。先月ジュンが帰国した時、一緒に登ったんです。下見です。その時、親父もう年だからこれじゃハングを越えられないだろうって、ジュンが新しいハーケン足したんです。そのハーケンはジュンです。手を伸ばしてください。必ず届きます。ゆきさん、上野村から飛ばしてきたのか。毎日が書いてます。核兵器が事故原因だと訴えています。全権出なかったらお前も佐山もスター記者になれた。ユキさんの判断は間違ってなかった。そう思ってます。それだけ言いたくて、それだけは誰よりも先に抜きたくて走ってきました。俺は怖かっただけかもしれないよ。
横になっていいですか。事故調が各駅を公害した。運輸省が毎日の記事を肯定したってことだ。ゆうき、お前に一言言っときたいことがあるんだけどさ。はい。向こう1ヶ月後半は午前0時厳守。何があってもですか。社長命令だ。抜かれたことに怒ったわけじゃないよ。伊藤の言い分を聞いてそういう判断を下したんだ。しかしあれだよな、ゆうべのあれは惜しかったよね。スパッと打っときゃ今頃万々歳だ。じゃあ今日の紙面だ、どうする。まずは一面トップで各駅を追いかけます。それと甲子園での農林の3回戦を一面に入れます。間に合えば乗客の遺書を入れます。なんだそれ。墜落直前の機内で乗客が家族宛てに書いたメモがいくつか発見されたようです。まだ手元には来てませんが、走り書きでもニュースバリューはあるかと。各駅は共同電話をまとめて肩に寄せろ。他社の手柄を要所することはねえだろう。抜かれたからといって方針を変えるつもりはありません。各駅は一面トップです。何開き直ってんだよ。お前根っからの臆病者じゃなかったか。大きな判断迫られると必ず逃げちまう。下手だった頃から何か書けって命じられるたびに、やれ裏が取れてない、もう一日調べたい。お前それで何本抜きネタダメにしたよ。事情はどうです。裏も取らずに書いて何本誤報を飛ばした。ふざけたこと抜かすな。やめろよ。てめえのおかげでな、社長の前でとんだ大恥かかされたんだよ。あのクソッカスのボケ袋の伊藤にあんなでけえ口叩かれたのはてめえが昇進だからだ。次長の仕事ってなんだよ。へりくつこねてただ飯食らってるだけじゃねえか。やかましい。ビク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 しやがって。臆病者なら臆病者らしくな、後追いもコンパクトにしようらしくやるんだよ。共同電話コンパクトにだ。分かったな。共同は使わない。うちの記者を総動員して一面全て日光です。なんだと。やらせてください。遺族が一番知りたがってることです。総力を挙げてとことん行きたいんです。よし、やりたいようにやれ。はい。おい理事。はい。東京都米見苦しいんだよ。おい秋時ついていけ。社長があんなこと許すわけねえんだ。あいつはな、社長と対決する腹なんだよ。徹子です、招集してくれ。わかった。おい、ピッサー、来い。失礼します。天気がいいね。なんだよ佐山。はい、消防団が撮影した写真を入手しましたので結城さんに。結城はやっぱりやんちゃだね。社長です。社長。局長。こういうのなんていうか知ってるか。恥の上塗りだ。40年、北関東40年、
こんな惨めったらしい北川は前代未聞だ。誰がやった？誰がやったと言われましたの？お前の指示か？自分です。社長、その紙面はみんなの気持ちです。バカ野郎！日光デスクの自分が決めたことです。お前の悲鳴なんか誰も聞きたかねえよ。責任は取ります。ユキ、社長、少し考える時間をやってください。バカ野郎。ああ、どいつもこいつも膨れ面だな。編集だ記者だと思いやがるな。なんならここと営業を相当返したっていいんだぞ。ああ坊や、これは当てつけか。自分は新聞を作りました。新聞？これは塗り絵だ。塗り絵、なぞってるだけ。これが分かれ、山奥の通信部で買ってやる。頭冷やしてこい。いえ、覚悟は決まってます。今日はそのつもりで出社しました。無論お前の心分け次第ですぐにでも本社に戻す。だから辞めろなんて言ってないだろ。お前のために。ゆき、辞めるなよ。山にでもどこでも行けよ。飼い犬が嫌なら野良犬ならいいじゃねえかよ。こんなことで辞めんな、ゆき。うん、やっと。お前全権だろ。日光をおっぱらかして逃げるのか。こんなもん受け取らん。遺体から発見された遺書のコピーです。手に入ったのか？俺にはもう関係ないか。そうでしょうか。局長に渡せ。読みます。パパは本当に残念だ。きっと助かる前に。原因はわからない。今5分経った。もう飛行機には乗りたくない。どうか神様助けてください。煙が出て降下しだした。どこへどうなるのか。強し、しっかり頼んだぞ。ママ、こんなことになるとは残念だ。さようなら。子供たちのことをよろしく頼む。今6時半だ。飛行機は回りながら急速に降下中だ。本当に今までは幸せな人生だったと感謝している。本当に今までは幸せな人生だったと感謝している。一面トップでやってくださいよ。
このまま車で送ってきましょうか。いや、ハーケンは撃ってくれたのに俺のところには来なかった。会いたければ会いに行けばいいじゃないですか。ジュンは俺に会いたくないんだろ。ユキさん、それ違うよ。今まで一度だっていいジュンに会いに行く努力しましたか。群馬から出て純は待ってますよ。ずっとずっと待ってるんです。I got an electric shock, Mommy. I'll get you. Come on. I don't want to get my electric shock anymore. I know. I think your granddad's here. He's having down there. Has your granddad come to visit? A belt and suspenders man.